はい、どうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、今日はちょっとすっぴんというか眉毛だけ変えた状態でお送りさせていただくんですけれども、私26年間生きてきて一番肌の調子が悪くて超病んでます。もうなんかこんなことで動画撮るかすっごい悩んだんだけど、いつもの動画を撮りたいって思わないぐらい肌のすごい治安が悪くって、ことがこう、うわ泣ける。はい、で肌の治安がもうどこが悪いのかっていうと、もう全体的にすごくって、ニキビが何個だい ?7 個ぐらい一気にできました。まぁ、ちょっとこの動画を見てて、ニキビそんな7個しかできてないのに肌の治安が悪いのっていう、仮に私よりニキビとかそういう肌荒れがひどい人がこれを見たらすごくこうなっちゃうかなって思うんだけど、私からしたら本当に26年間生きてきてこんなにニキビがバーってできたことがなくって、すごく落ち込んでるの。だからちょっとこういう気持ちになっちゃったらなんか悪いなって思ってるんですけども、でも私はこう今まで生きてきてこんなに大量にニキビができたことがなかったからすごく落ち込んでるんだよっていうのをちょっと伝えたいなって。あー、なんだろう、反感暮らしたらだな。まあでもこの動画を見てくれてる人はみんないい人だと思ってるので、よろしくお願いします。はい、ということで、さっきも言ったように一気に7個ニキビができてるんです。この画面越しではわからないと思うんだけど、ちょっとね、今治療してきてニキビパッチみたいな絆創膏みたいなやつ貼ってるの。とりあえずこことこことここ貼ってるので、あとはここもでかいニキビをこの前自分で潰して、ここもあと残ってるし、多分見えないと思うけど頭皮のあたりももうニキビできちゃって、もう本当にショックで、なんかさ、私ね、あんまりね、思春期の頃もニキビができたことがなくって、できても1、2こうポツポツとかで、そんなに一気にボボボボボボボンってできたことがなかったので、この26歳になって一気にドバッて出てきたのね。まあ、ニキビができたことですごい落ち込むし、なんか何をやっても楽しくないんですよね。メイクしても楽しくない、遊びに行っても楽しくない、スキンケアしても楽しくない、もう全部何もやっても楽しくないんですよね。まあ、猫ちゃんと遊ぶ時だけは楽しいんですけども、それ以外は本当に何も楽しくなくって、ニキビができてるとすごいなんか嫌だなっていう気持ちで動画を撮ってるんですけども、本当に病むよね。インスタのストーリーでね、なんかニキビができすぎてすごいなんか嫌な気持ちですとか言ったら、すごい励ましのね DM をたくさんいただいて、みんな優しいってすごい思った。で、まあ、この動画は普通の動画撮りたくないぐらいメンタル来てるっていう動画です。みんなもちょっとニキビとか肌荒れひどいよっていう人、この動画を見て励まし合おう。もういっぱいいろんなこと書いていいから、このクソ野郎とかさ、あんまりさすがにこのクソ野郎とかコメントに書かれたら嫌だけどさ、なんだろう、私もすごい悩んでますみたいな、みんなでさ悩みをさ分かち合おうっていう動画。で、今日皮膚科に行ってきました。で、そしたらでっかいニキビじゃなくって、なんか赤いプツプツのニキビ、ちっちゃいニキビがもうバババババってできちゃってて、多分ね、さっきは7個って言ったけど他にもね、いろんなところにできてるんですよね。で、それを言ったら乾燥とかマスクのこのスレとかでニキビができちゃうっていうのと、あとは最近ね、花粉がすごくって、花粉で肌荒れする人もいるよ、そういうニキビができる人もいるよっていうのを聞いて、もしかしたら私花粉症もあるし、それなのかなって思って、なんか、ね、肌触りが全然違うの、なんかゴワゴワする感じがしてさ、なんかすごい嫌なんだよね。でね、今のところおでこにはニキビができてないのがすごい救いなんですけれども、おでこできたくないからさ、もう最近ずっと前髪分けてるんだけど、そう、もうおでこにできたら私もう終わりよ、もう1週間ぐらい病んじゃうかもしんない。まあこんな感じで皮膚科行ったんだけど、乾燥とマスクのスレと、あと花粉症もあるよっていうことで、なんか本当にニキビとかにちょっとでも悩んでる人いたら、いろんな市販で売ってるニキビの薬を買うより絶対120% 皮膚科に行くのをおすすめします。お医者さんからもらった薬が一番効くと思う。まあ、人によると思うけど、私はお医者さん信者なので、すごくすごくもう本当に何かあったらすぐに医者に行くようにしてます。で、なんかいろいろメンタルが来てるんだよね。昨日の夜からさ、なんか喉が痛くって、なんか鼻もなんか詰まるし、まあ普通に花粉症だろうなって思ってたんだけど、今日皮膚科に行った帰りに耳鼻科にも行ってきました。で、耳鼻科行って耳鼻科の先生に見てもらったんだけど、今年はね、なんか花粉がすごい飛んでて、それから風邪になってっていう人がいるらしいのね。私もね、毎年毎年この時期になると花粉症のせいで風邪を一回引くんですよ、必ずと言っていいほど。本
当に喉が痛くなっちゃって、私もともと扁桃腺が大きい人だから喉の風邪を引きやすいので、喉も痛いですって言ったら、あーこれはもう痛そうだねっつって、本当痛い、飲み込むのもグッてやらなきゃいけないぐらいの、めっちゃ喉痛くって、なんかねお昼ぐらいにね飲み込む時に耳も一緒に痛かったのね。全部が全部今もうめちゃ萎えてる時期。しかも生理前だしさ、本当にもう全部が重なってすっごい、まあもうテンションだだ下がり。しかもさ、あの花粉症のせいで喉風邪ひいてさ、鼻水も詰まってるからさ、花粉でさ、でヒロ君にね言われるんです、鼻息臭いよって。もうそれもすごいショックだしさ、でそれで耳鼻科の先生に、あの主人に鼻が臭いよって言われたんですって言ったら、まあ、風邪ひいててそこから副鼻腔炎にもなってるから、ちょっとなんか抗生剤の入ったお薬あげるねって言われて、やばくない？鼻って匂いするんだって思ったもん。風邪ひきそうになるとなんか鼻が臭くなる症状が、そんなこと言いたくないんだけどさ、鼻息が臭くなる現象が起きるらしくってさ、毎回ね私風邪ひき始めとか風邪ひきそうだなっていう予感がするとき、ヒロくんが鼻臭いよっていうのねなんかさ、息臭いとかならさどうにかなるじゃん、歯磨きしたりとかさ、なんかフロスしたりとかさ、なんか対策はできるけど、鼻ってさどうもできなくない？鼻の匂い指摘されたらもう最初はすごくショックだった。でもヒロ君は鼻がちょっとお匂いがおきついよみたいな和らげて言ってくれたから、まあ本当に心配してくれてるんだろうなと思って、あの医者に行ってきたんですけども、もう全部が全部重なって、もう本当に最近しょんぼりの日が続いてます。 2,3 日ぐらい、しかもさここもニキビみたいになんできてるし、うわーもう最悪、なんかちっちゃいポツポツがマジでいっぱいできるの本当にやだ、触らないようにしとこう。で、あのプラスで歯医者さんにも行ってきたんです。今日は医者3枚でした。皮膚科に行って歯医者に行って、その歯が痛かったところに治療をして、耳鼻科に行ってあのお薬をもらって、鼻の炎症を抑えるお薬をなんか鼻で吸ってっていう、あの一日を過ごしました。いやね、なんか全然違う話になっちゃうんだけどさ、家電もそうだけどさ、なんか壊れる時っていっぺんに壊れるじゃん。電子レンジが壊れたなと思ったらオーブントースターが壊れるみたいな、そういうのあるじゃないですか。それと一緒でニキビがいっぱいできたら次は喉が痛くなって、次は歯が痛くなる、マジ負の連鎖、もう最悪だった本当に。でもまあお医者さんに行って塗り薬とか飲み薬もたくさんもらってきたので、まあこっから回復に向かうだけなので、まあちょっと気分は楽になったかなっていう感じなんですけれども、みんなもね花粉症の人とか花粉で風邪ひく人っているから、私みたいに、だからあのちょっとでも辛いなって思ったらすぐにお医者さんに行ってみてください。もう私医者信者ちょっとでもなんか不調があったらお医者さんすぐ行っちゃうからさ、本当にもう最近マジで寒暖差激しいからさ、風邪ひいちゃったりとかもすると思うから、本当にみんな気をつけてください。でそれでなんか寒暖差で体調崩したりとかさ、これニキビがたくさんできて悩んでる人、自分の悩みをコメント欄に書いてください。一緒に悩んで回復への道を作っていきましょう。ということで今日はこんな感じの動画でございましたまあこうやってね、あのニコニコ喋ってるんですけども、あの心の中では本当にしんどくって、早くにニキビ駆逐しろっていう感じなんですけども、まあ普通の動画を撮りたくないなって思うぐらいブルーな気持ちになってしまいましたなんかあんまりこういうブルーな気持ちを出していくのは良くないかなと思ったんだけど、まあリッチブルーのことだったりとかさ、いろいろ最近は私をもっとさらけ出していこうっていうあのスタンスでやっているので、今日はこんな感じの動画を撮らせていただきました。以上、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。